ただいまより新党結成記者会見を行います。新党名称はエイプリルフール新党です。公約は犬に犬犬、猫に猫犬、二輪車禁止、交通弱者の廃止、防犯カメラと GPS 活用し AI による管理で犯罪抑止、警察不正防止、在外日本人に所得税を課税、人口過密エリアの人口過多の解消、こちらの6つを掲げさせていただきます。個別に、説明していきたいと思います。犬に犬犬、猫に猫犬。犬や猫といったペットにも権利があるべきで、人権同様の権利を与えます。もちろん翻訳システムを構築し、投票権を与え、国家運営にペットの皆さんにも参加していただきます。2つ目、二輪車禁止、交通弱者の廃止。こちらはですね、事故の原因となっているバイク、自転車、キックボードなどの禁止を行い、交通事故を減らします。また交通弱者を廃止し、道路交通法違反には厳しく対応し、過失割合に応じて処分することで、歩行者などにも道路を使う一員であるということを強く意識してもらい、みんなが気をつけることのできる環境を作り、交通事故を減らします。3つ目、防犯カメラと GPS を活用し、 AI による管理で犯罪抑止。安全と言われていた日本ですが、犯罪件数こそ減っています。しかし体感治安は落ちる一方です。そこで1メートルおきに防犯カメラを設置し、犯罪抑止に役を立て、防犯カメラ、GPS とマイナンバーを連携し、 AI による管理で犯罪抑止及び冤罪防止などに役立て、犯罪対策を行っていきます。4つ目、警察不正防止施策。警察官を公私ともに GPS とカメラによる管理をし、不正を防止するほか、冤罪で検挙してしまった場合やミスにより犯人を取り逃してしまった場合などで、国民の皆様に迷惑をかけた場合は減給などの処分を行います。また悪質性や過失度合いが強い場合は、個人として、こちら警察官の個人としてですね、責任を負っていただき、個人として保証させるなど、警察の不正やミスによる国民への被害を防ぎます。5つ目、在外日本人に所得税を課税する。在外日本人は日本企業から現地に派遣されているなど、一部を除いて所得税を払っていない人が多いです。タックスヘイブンなどで税金を払わず、日本の公共サービスを使っている人もいます。公平にするためにも、在外日本人の中で日本に対して所得税を払っていない人に対して所得税を課税していきます。6つ目です。こちら最後ですね。人口過密エリアの人口過多の解消。人口が東京などに集中することで、地震や水害など災害が発生したときに、人口や重要施設が集中することで壊滅し、復興がしづらくなるリスクがあるほか、感染症などでも感染拡大しやすいなどのリスクがあります。また他の地域からの人口流出も多く、過疎化と人口過密という2つの問題になっています。そこで人口密度が極めて高いエリア、東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、愛知に都市居住税の、課税及び新規流入の禁止を実施していきます。以上6つが新党エイプリルフール新党の、公約でございます。その他にも、公約を、随時掲げていきたいと思っています。最後にもう一度、この新党の名前はエイプリルフール新党です。大切なことなので2回言わせていただきました。以上になります。